はい、どうもガンナオチャンネルガンプラ大好きダンサーナオトです。はい、いつもご視聴ありがとうございます。はい、本日もですねブラショ動画になるんですが、本日来てるのはこちらブックオフスーパーバザー彦根店さんの方にブラショに来ております。やったー。はい、地元のブックオフさんで、結構ねよく来るんですが、今日もですねダンスレッスンの後にすぐこちらの方に来ております。はい、で今日もですねドラゴンボールのフィギュアを中心で見てこようと思ってるんですが、今日はガンプラの方もねちょっと見てこようかなって思っております。はい、以前探してるのはカカコレ悟空なんですが、今日はねどんなフィギュアに巡り合えるか、もう今からオラワクワクすんぞ、な感じなんですが、早速店舗の中に入ってこようと思ってます。それでは行ってきます。はい、それではまずはショーケースの方をね見ていこうと思います。こちらまず造形天下一武道会のトランクスですね、モノクロバージョンです。これねかっこいいんですよね。フィギュアーツの悟空も置いてありますね。スーパーサイヤ人悟空です。はい。フリーザさんもいくつかありまして、以前来た時もね、置いてあったワーコレのサタンとダーブラですね。サタンいいですよね。で、こちら、後ろに黄金オーザルがいます。いやー、すごいなー。でっか。すごい迫力ですね。はい。造形天下一武道会の亀仙人も置いてあります。20号ですね。はい、それではこちらは棚売りのコーナーですね、見ていこうと思います。まずはこちらですね、これも以前置いてありましたね、オラに元気を分けてくれの悟空ですね。はい、後ろにベジータの大猿がいます。で、この人気のスーパーサイヤ人3のブロリーです。はい、でおすすめのバンガサ悟空に、こちらは父ですね。はい、奥にはジレンもいます。で、こちらはセル完全体です。で、こちら HG シリーズのセルですね。この爆破寸前のセルもいいな。はい、後ろにはコルドダイオが置いてありました。で、下行きまして、こちらは造形天下一武道会のトランクスですね。優勝作品のやつです。はい。で、サイバイマンですね。はい。こちら、造形天下一武道会のナッパですね。で、隣がブルマです。すごい、お安くなってますね。あ、そうや、これダボがちょっと折れてるからね、安くなってるんですね。で、ワーコレのシェンロンにブロリーも置いてあります。はい、時の海王神様ですね。はい、メカフリーザです。はい、こちらご飯くんですね。このご飯くんも本当ねおすすめなんですよね。こちらねブルマとクリリンと揃えたいですね。こちらで、こちらギニュー隊長です。開封済みですけどすごい安いですね。はい、ちょっと珍しいドラゴンボール界のベジータですね。はい、奥にはグランディスタのゴジータです。これも良さそうやな。はい、グリッター&グラマラスのブルマも置いてありました。はい、こちら出たばかりの G マテリアの18号ですね。これもね本当おすすめです。すごい良かった。ギニュー特戦隊のジースにバータですね。で、こちら後ろにはですねミスターサタンですね。ミスターサタンもね本当ゲットしたいんですけどね、もうちょっといろいろ見て回ろうかなと思っております。はい、奥には16号がいます。こちらにもコルド大王がね置いてありますね。はい、で、こちらはメタルクーラです。はい、こちらグレートサイヤマン衣装のごはんくんですね。安いですね、開封済み。はい、で、こちら牛魔王です。牛魔王ね2体置いてありますね。はい、オレンジピッコロさんに
こちらおすすめの悟空&フリーザです。これ非常におすすめで、アナウンサーですね。アナウンサーめっちゃ安いですね。はい、こちらにもバンガサ悟空が置いてあります。はい、ラストワンショーのビーストごはんくんです。はい、こちらは箱なしフィギュアのコーナーになっております。ここも非常にねおすすめなんですよ。たまに掘り出し物がねポンと置いてあったり。はい、身勝手の極意ですね。かっこいいなこれ。でこのクリアライズのごはんくん、これめっちゃおすすめ。これめっちゃかっこいいんですよね。ベジータもありますね。はい、わーこれもいくつかありまして、はい、でこれいいですね。これ尻尾ストラップ、これかわいい、これいいな。はい、こちらはガンプラコーナーになっております。結構ねたくさん置いてますよ。じゃあちょっとねガンプラもさっとですけど見ていきましょう。はい、まずはドームがいますね。はい、オリジンの RX78 ガンダムがいますね。でこのマラサイかっこえ、マラサイいいな。はい、ジオングもいます。でこちらのバウンドドッグもねいいですね。かっこえ、バウンドドッグいいな。はい、下降りまして、比較的最近のが置いてあるんですが、その下、はい、こちらはハイグレードシリーズが置いてますね。でこちらはリアルグレードにマスターグレードもね置いてますね。ギャンですね。僕一番初めて買ったガンプラギャンなんですよね。ガンキャノンですね。ガンキャノンかっこいいよな。僕ガンキャノン好きやった、小学生の頃。はい、これでジオですね。ジオね欲しいんですよね。ジオな、マスターグレードのやつはちょっと手が出んからな。ハイグレードでちょっといつか買おうかなと思っております。はい、ケンプファーもねかっこいいですよね。ケンプファーはマスターグレードでちょっと作ってみたいんですけど。こちらアッシマーいいですね。アッシマーもね欲しいんですよね。あかんぞ、これほんま積みプラがねこれ以上増やすわけにはいかないんではい、ただいまブラショから帰宅しました。はい、本日もね購入してきたものがあるんですが、本日購入してきたのはこちらです。ズズーン、はい、かわいらしい。はい、一番くじドラゴンボール Z、サイヤ人襲来の時の G 章の尻尾ストラップですね。はい、全4種と書いてあります。それの、この、亀マークと、この、ご飯くんの、ピッコロさんのマーマークですね。はい、これ可愛らしいですよね。カバンとかにね、つけとくといいかなと思って購入してきました。はい、購入金額は500円です。はい、じゃあちょっと開けてみようかなと思います。ででーん、はーい、尻尾ストラップ開封しました。これだけでちょっと置いてたらちょっと怖いですよね。これでも可愛らしいな。はい、さっきもね、言ってたようにですね、こちらカバンなんかにつけようかなと思ってます。はい、スマホというよりはね、そういうのにつけようかと。こちら亀です。はい、で、こっちが、まですね。はい、まって書いてあります。いやー、いいですね。可愛らしい。はい、本日はですね、ブックオフスーパーバザー彦根店さんの方にね、ブラショに行ってきたんですけど、はい、本当にね、地元のブックオフさんで、ダンスレッスンね、教えに行ってるスタジオもすごい近くなんで、結構月に何回も行っております、私。はい。で、またね、行った際にはちょっと動画、ブラショ動画ね、撮らせてもらおうかなって思ってますんで、ぜひぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ブラショ動画良かったよって方がおられましたら、グッドボタンの方も押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、 X や TikTok のフォローの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の動画は以上になります。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。それじゃまたね、バイバーイ。はい、尻尾ストラップ大猿が持ってます。